久保さん、今回タイトルは、小野里はじめの謝罪について。<laughs> 小野里はじめの謝罪についてと <laughs>。久保さん、なんか昨日僕寝る前にですね、あの、まあ、YouTube のアプリ開いてたら、スマホでいじってたら、なんかこう、ピッて出てきて、久保さん、吉谷さん久保さんへ、みたいなね、謝罪みたいなね。で、なんだこれ、みたいな <laughs>。 なんか悪いことした小野崎さんになんか悪いことしたかなと思って <laughs> な,なんかしたかなと思ってそしたらなんかまあ,まあ釣りうだったんですけど <laughs> ねそれ <laughs> でまあ14分ぐらいですかでその思考はそう思考は実現化するのをしないっていうそれはまあ対談を見てねであのー、まあそれに対してまあかぶせてみたみたいなんですけど でなんか2つぐらい、こうなんかどう思いますみたいな言ってたんですね。でまままあまあまあ,まあ僕、僕すぐも寝る体制だったんですけど、40分ぐらいぶわー喋って、40分喋ったんで、<laughs> もう喋ることはないんですけど、まあ、それは動画は僕のチャンネルに、僕のチャンネルでおの謝罪小野里さんへみたいなねちょっとアップしたんですけど、<laughs> 40分ぐらいしゃべりましたね。そう まだまあ思考は実現化するっていうのはあの、いいんじゃないですかね、実現しなくても <laughs> うん。実現、なんでもいいんじゃないですか。あの、まあ昨日ね、久保さんあのあの、去年ね、熟成さんで1億3000万いった人と対談したんですけど、その、まあ、女性の方が言ってたのが、結局、どうしたいかと。 っていうのも答え、いろんな答えがあると思うんですけど、いろんな言葉だったりいろんな答えがあると思うんですけど、自分どうしたいのっていう。うん。稼ぎたいのか稼ぎたくないのか、どうしたいのどっち前ね、なんかね、GACKT さんがね、コロナの、コロナの、コロナの、あの、コロナの件で、その、どっちみたいな,な、なんの動画だったかな なんかその政府の,あのやり方に対してその GoTo やってた時かななんだっけなその旅行行くのか自粛するのかどっちよみたいなね GoTo トラベル旅行推薦はするわ自粛はしろどっちみたいなね <laughs> どっちやねみたいななんかそんなこと言ってて。 確かにだみたいなね。もうどっちやねんみたいな。うん。まあ自分がど、どの方向で行きたいかですよね。例えば久保さんだったらい、まあ2つ道があったと思うんですね。このまま麻雀店を経営するのか、それとも新しいネットビジネスっていうよくわかんないところに行くのか、どっちっていう道で2つあるけどどっちみたいな。少なくてもまあ2つじゃないですか。だって従業員もいたわけですし。 まあ100譲って従業員いない一人の経営だったらまだしも一応従業員がいて従業員の生活あと従業員の人生もまあ,あるっちゃあるじゃないですかだからそのマージャン店をこの黒字に転換させるためにどうするかという道とあとは一人でねあのネットビジネスやるっていう道があって久保さんはまあ自分で稼ぐネットビジネスっていう道を選んだだけであって。 そうですよねうん僕もそうですよ。僕も、まあこれはお客さんに言われましたけど、辞め,めるときに、吉谷さんもっとやることあったんじゃないですかと。ね、その今の会社でもっとやることあったんじゃないですかって言われましたけど、僕もめちゃめちゃ考えましたからね、あの時で、社長の前で3回ぐらい泣き、もう合泣きして、 本当、まあ、考えましたね。だって、まあ、一応10年以上お世話になりましたし、まあ、今の僕があるのも、前職でね、あのー、働いてたからっていうのはありますし、風呂沸きましたね、久保、ね、さん。<laughs> そうだめちゃめちゃ悩みましたね、本当に。前の会社でずっと残ってやるか、鹿児島行くかっていう。うーん まあでももともとはね、本当は辞める気はなかったんですけどね。まあ、その、まあ、スカイプの会議、ズーム会議とかも別にできるし、別に僕が鹿児島に行こうが、まあ、東京にね、1、2回会議で来れるだろうし、まあ辞め、辞める気で、その鹿児島行くって言ったわけじゃなくて、まあ、その当時、ちょっとね、もう、あの、事務所はちょっと分か、最初はその、 あのビルの方で僕もやってましたけども途中からその,あの事務所別れたんですよねそうで、まあ、まあそういうのもありましたしうんだからまあ別にねど,どこでやっても一緒かなっていうところでだけどまあ鹿児島行くんだったら一緒にはできないって言われましてで考えましたからね うん、もしあの時「あのい,い,いいよ全然鹿児島でなんだあの全然どこでやってもいいよ」ってもし言われてたらやめてないっすね多分ねおそらくうんそううんたまああのまあ僕はまあ結局鹿児島を選んだんでそれも一応考えて まあ最終的にケツを出したのが、辞めるか辞めないかに関しては、残りの人生を考えましたよね。やっぱまあ、ガリガリ会社に泊まってずっとやってきて、じゃこのままやるのか、それとも自分の自由にやってみるのか、挑戦してみるのかっていうところで、まあ怖かったですけどね、さすがに僕も。まあ今思うとね、 よくやったなと思いますよ、自分でも。よは用意決断したなっていう。だって、金貯金もないし、借金もある状態ですからね。まあまあ、それはみんな知らなかったからあれですけど。うん。で、辞める時もね、久保さんも知ってると思いますけど、会社に貸し付けてたやつを、まあ、に出して、これだけ会社に貸し付けてましたつってね、出したら、見られなかったっていうね。見られなかったっていう。 グループ会社のの意味があるのかみたいなね <laughs> まあでも実際まあうーん,なんだろうなまあその言葉最後の知った激励というかねまあそれがあったから自分がまたもう一皮強くなれたなとはありますよねすまあおっしゃる通りで社長の責任っていうのはそうやとだからまあいろんな考え方あると思いますけどね、まあ、グループ会社だから じゃあ、グループ会社のケツは誰が持つのかっていう視点で見るとどうなのかっていうところもあるかもしれないですけども、でも社長は社長の責任がありますし、なんでまあ、あそこでまあ、こう、ふってね、一切見られなかったですね。真剣にね、表を作ったんですけどね、あの何日にいくら会社に貸し付けでとか、まあ一応データ取ってたんで、1ミリも見られなかったですからね。 でもあれがあったから今あるなとは思いますけどね。うん。もう、マイナスから鹿児島行くっていうね <laughs>。もう本当ね、もう、多分忘れないですけど、ここの初期の20万もなかったですからね。うーん。よくそれで鹿児島行ったなみたいな。バカですよね。だからここの初期の事務所のこのここを20万払うお金がなかった、ないんだけども、請求書が来て、 でそまあ、期日まで払わないとダメなわけじゃないですか。で、なんかちょうど誕生日記念キャンペーンみたいなのやってね、なんとか金作ってすぐ払って、こう来たんですけど。まあ、振り返るとね、もうやらないっすね <laughs>。多分今は、今だったらできないですかね。若かったんですかね <laughs>。若かったのかな。 もう僕ももうね、今年で39になるし、来年40ですし。でも、まあ、選択としては、まあ、あの時でよかったな、と。33か。33の時だったかな。まあ、今から約5年前ぐらいだから。うん、まあ、自分がどうしたいかですね。自分の人生どう生きたいのか、どうしたいのか、最終的に。 まあそれを僕はあの時局面で考えましたね、深く。うん。だからまあ腹くくりましたよね。もし一人でダメだったら、まあネットじゃなくてなんか働くしかねえなと思いましたしただ人生一回しか本当にないんでまあ,ありきたりな言葉ですけど人生一回しかないから、うん、やってみようって感じですね、とりあえず。うん。だってやれなくなるわけですからね、本当に。 で結論は、結果論は、超大変だったし、めちゃくちゃ大変だったし、死ぬ思いしましたけど、<laughs> 死ぬ思いしたけど、自分の選んだ道は、あの、正解だったなって今は思いますけどね。でも、自分の道は正解だったなと思えるほどやりましたね。少なくても。うん、だってね、ねえ。 貯金ゼロマイナス20万じゃないですか <laughs> 20万もないってやばいっすよね。多分、20万もない人が起業しようと、一人でやろうと思わないですよ。多分、普通は。マジで。うん。懐かしいっすね。だ自分はどう生きたいのか、どう人生過ごしたいのかと。まあ、本気で、だから、本気っすよね。マジで本気で考えるっていう。 よ与沢さんじゃないですけどね、深く考、深く後悔してみたいな。超考えるみたいな。で、超考えて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 、まあ、社長の前でもう号泣き3回もして、もう超考えた上で出した答えですから。多分もし僕がそれでうまくいかなかったとしても、まあ、自分がもう圧倒的に考えて出した道なので、多分後悔はなかったと思いますよ。うーん。 逆に,逆に言うとそこまで深く考えて出した道だからこそ絶対歩き切ろうっていう腹くくるか覚悟ができたと思いますそこまで深く考えてその道を歩くって決めたからこそその道を歩き切るぞという話はあったんじゃないかなと思いますけどねうんだまあみんなその大人になってね多分だよ 大人になっても顔面ぐしゃぐしゃになるぐらいまで泣くってあんまないと思うんですよ。僕ももう多分ないっすね、あれは。うん。だからまあ、いろんなね、今、ま、いろんな感情がブワー出てね。うん。懐かしいっすね。うん。まあでも今となっては、うん、本当に良かったっすね。 まあこの久保さんとのやりとりも、まあ、前の会社で働いてたら、まず絶対ないですからね。絶対ない。うん。そう。まあ、人生いろいろですね。はい。終わりましょうか。いってらっしゃい。まあ、久保さん、まあ、あの、僕40分でもう回答してるので、ちょっとその、小野沢さんの,その質問に関しては、久保さんの方で、 回答するかどうかはさんの方で決めてていいただいて <laughs> 思考は実現化しないの,あの続きみたいなねまあ僕はこういう感じですみたいなこれはどうなのかみたいな2点ぐらいなんかあったんではでは